はい、どうもコミです。さて本日も美女と愉快な仲間たちさんから動画をお届けしていきたいというふうに思います。今日でね、こちらのクランでのリプレイも最後になってしまいます。残念ながらなんですけども、今日はちょっとね、申し訳ないです。お誕生日会さん側からのアタックがなくってですね、美女と愉快な仲間たちさんのアタックだけになっちゃうんですけども、テーマはディガホグですね。まあ、ディガホグってタンフォール13ですごい強かったよね。14でちょっと使いにくいよねって思ってる方も多いと思うんですけども、まあ、実は結構強いし楽しいんですね。やっててすごく面白い戦術かなって僕は思っていて、今、ちょうどレジェンドを僕は、ディガホグで回してるわけなんですけども、まあそういった中でも、このディガホグやべえなっていうのがいくつかあって、まあそれを今日はメインに紹介したいというふうに思います。で、まあその前にまずね、ディガホグ、普通のディガホグって言ったらちょっと語弊があるかもしれないけど、一般的にはどんな風に攻めるのかなっていうのもね、まず見てもらってから、これは変わってるわっていうのも見てもらいたいと思います。で、まずね、アーチャークイーン、これにヒーラーって食い火の形を作りますね。これ序盤にまずやるのが王道中の王道パターン。で、このアーチャークイーンの食い火で何を壊すかっていうと、タウンホールを壊します。あと防衛軍処理します。で、残ったところをディガホグぐるっと回すというのがね、まあオーソドックスなディガホグの形になります。で、まあ今回、ニケさん、あと、ナイキさんっていうのかな、ニケさん。タウンホールの方に食い火を入れていきながら、効果兵舎ですね。これを外周に置いて、キングも合わせながら、これでガーッとね、外をカットしていって、この面からディガホグをスタートします。マイナーとフクライダーっていうらしいですね、これね。はい、英語で。で、展開していきます。で、こんな風にね、ディガホグのルートを作っていって、そのままガーッと、九時方面に向かわしていくっていう格好を作るわけなんですけども、ね、やっぱね、この部分が難しいんですよ。今ね、食い火で狙ったこの辺を壊すっていうのが、なかなか苦しくて、難しくて、かなりこの食い火うまいですね。しっかりフリーズを当てたりなんかしながら、上手にアーチャークイーンのダメージを、抑制しながらタウンホールまでこう持っていくわけなんですけども。で、ディガホグ展開ですね。この辺のシングルインフェルノゾーンっていうのがディガホグすごい得意なんで、マルチインフェルノはね、苦手だけど、シングルには強いんですよ。なんでそこにしっかりディガホグを入れていきながら、トーム、さらには、ヒールの呪文を使って爆弾とかをね、回避しながら進んでいきます。タウンホールを殴っているアーチャークイーンにも今インビジブル使ってましたね。こうやってちゃんとアーチャークイーンのケアをしていきながらね、進めていくという格好ですね。投下兵舎の中身はホグライダーで、手持ちのホグライダーがやられたくらいに大体ですね、この投下兵舎から追加のホグが出てきてホグを補充するっていうパターンに持ち込むのが結構よくある展開になりますね。今回もそのパターンになってます。で、アーチャークイーン残念ながらね、これ投石に殴られて倒されちゃうんですけども、ここまでやっぱり仕事したのがでかいんですね。防衛軍倒してタンホール壊して、アーチャークイーン倒して投石1個壊してるんで、残ったところはもうホグライダーとロイちゃんでガガッとね、処理ができちゃうわけですよ。圧倒的に今、ホグが残ってましたよね。投石に一掃されたけど。でもまだこれでシールドが残ってるから、シールドを使って投石大砲を追ったらもう勝ち確定的なところがありますね。これで前回まで持っていくっていうのがディガホグの規範じゃねえわ。基本的な使い方になります。で、まあ、今日見てほしいのは、じゃあ、どんな風な変わり種の攻め方があるのっていう、変わり種って言うとなんかちょっとなんか語弊があるかなんか、あれかな、変な言い方になってるかもしれないけども、まあ、これ、すごく、見てて興奮するアタックなので、残り2本もね、見ていこうと思います。まあ、そもそもこのディガホグも相当うまいけどね。相当うまいディガホグなんですけど、まあ、まずはこれが基本的な形だと僕は思ってます。で、これ、カオパク兄さんですね。ツイッターやってる方は、料理のツイートでよくおなじみのカオパク兄さん、僕と同じ、山梨県出身ということでね、すごくなんか、いつも言ってるんだけど、愛着が、なんていうか、親近感をいつもこう感じてるんですけども、はい、愛着といったら上から目線をね、親近感を感じておりますけども、タウンウォールに向けてシューター打っていくんですね。で、シューターで、ここの部分をカットしていきながら、この部分、イーグル砲のところにアーチャークイーンを突っ込ませていきます。スニークゴブリンでこれサイドをカットしていきながら、アーチャークイーンをこの隙間から入れていきますね。隙間からすごく今アーチャークイーン入りやすくなってるんで。で、ここのラインにディガホグを通していくんですよ。こっちに通していくっていう。まあ、こんなようなね、感じでプランニングをしていきます。まあ、これがね、決まるのよね。やっぱりシューターでタウンホール取れるのって美味しくって、しかもこういう風にね、その逆サイドからアチャクイ突っ込ましていくっていうのは難しいんだけども、決まったら確かに強いなっていう気はしますよね。よくね、シューターでタウン狙えるんだけど、
そっから先の展開のアイデアがないっていうケースって、まあ、僕よくあるんですよ。だからシューターちょっと使っても後がないなみたいな、次に繋がんない、次の一手に繋がんないなってケースがあるんだけど、このディアフォグ見せてもらって、あ、なるほど、こういう風に展開すればシューターとアーチャークイーンの仕事がディガフグに繋がるんだなっていうのがね分かって、個人的には目から鱗的なものがありましたよね。で、スーパーボールブレイカーね、ちょっと上側開けますけども、これ下側にもう一回付け直します。これうまいですね。継ぎ目をしっかり開けることによってアーチャークイーンがここの、クロスボウの方に向かっていきます。で、そっちに向かったのを見てからキング出してディガフグです。これね、うっかり逆からやっちゃうと、あのアーチャークイーンとディガフグの、コンビネーションが崩れちゃうんで、あのバラバラになっちゃって結構苦しくなるんですね。なんでしっかりとアチャクイが向かった方向からディガフォグを展開していくっていう、このパターンをあの兄さんしっかりあの意識してやってらっしゃるのがうまいですね。防衛軍アイスゴーレムっていうね、ディガフォグにとってはもう最悪の援軍なんですけども、これだからホグライダーがほぼほぼやられますね。あのホグ先行しちゃうんですよ、あのアイスゴーレムにディガンが捕まってる間に。で、勝手にやられていっちゃうっていう形になるんですけども、まあ、圧倒的にこのアチャクイと、なんだっけ、これ、フレームシューターか、のアドバンテージが大きかったんで、後ろから来るディガーもきっちり生き残って、いい形が作れてますよね。アーチャークイーン中央に入って、まだフリーズが残って、クロークもある状態。キングはフィストロイヤルチャンピオンもまだシールドを残しているという状態で、このシールドはまだ使わない、ギリ使わない、扱ったのかな、扱ったんだな。アーチャークイーンにはやっぱ当たっちゃったんだ。そうですね、このアチャクイをね、今止めるかマルチを止めるか難しかったんだけども、これはディガホグを生き残らせてマルチをディガホグに壊せるためにマルチ止めましたね。はい、これで、全部突破していきながら全開ということですね。うまいですよね。これフレームシューターを使った形のディガホグって僕そんなに頻繁に見るわけではなかったんですけども、今回のこのアタックはめちゃくちゃ綺麗に決まっていて、タウンホールをやっぱりシューターで壊せると、そこから先どういう風に攻めを展開するのか、ドラゴンなのか、スーサイドラバルに持っていくのか、さらにはこのディガフォグに持っていくのか、まあ、いろんな選択肢を覚えておくことによってタウンホールシューターっていうものが使いやすくなるのかなっていう風に一個思いました。まあそこから中華式とかね、おでひなんかを加えながらやっていくっていうケースも、まあ、よく見られるんですけども、こういうアイデアはいいですね。すごい勉強になるアタックかなっていうふうに思います。だってもう一個はこの、しゃぶしゃぶさんが攻めているねアタックなんですけども、これもねなかなかにしてやばいですね。さっきシューターと食いひの組み合わせ見てもらったじゃないですか。今度はシューターに食いひにデンって感じ、これデンスニゴブです。まずシューターをこっちの3次方面当ててきますね。これ、迫撃砲もないし、あとクロスボウもないんでやっていけると。で、タウンホール周り、2ゴブを出していって、ストレージをこうカットしていきます。で、まずはアーチャークイーンの向かうルートを作っていくんですね。アーチャークイーンをここからこう出していって、このクロスボウの手前の、ウィストンのあたりをたげらせます。はい。で、それと同時にね、バルーンでこの援軍が釣れちゃうのかな、多分これは釣る、いや、何で釣ったんだろう、今これ。あ、2ゴブで釣ったのか。だったのかな、それとも釣れたのかちょっと微妙ですけども、釣っていって、でそれを火力が低めのこの外周で処理している間にスニークゴブリンを入れて、これインビジ忙しいよね、これよくやるわっていう感じだけど、めっちゃ強いんですよ。これがねえげつないぐらい強い。タンホールのポイズンをどうしてもこれ食らっちゃうところに、なんていうのかな、アーチャークイーン突っ込ませざるを得ないような形になってるんですよね。この村にディガホグを仮にやろうと思うと、でポイズン食らってる間に本来であればシングルインフェルノ当たって、さらにはこのクラン城からの援軍も出てきて、もう完全に入っていたヒーロー系のユニットは全滅っていうねのがもう見える未来なんですけども、それをスニゴブで援軍釣りかつスニゴブでタウンホールを壊すことによって、結局シングルインフェルノを孤立させちゃうんですね。でこうなってくるとアチャクイこれぐるっと回って、ほら上からシングルインフェルノの方に向かっていきますけども、全然怖くないんですよね。もう普通にシングルインフェルノ殴れちゃうんで、まあなんならディガフグが竹取ってるんで、もう、その時点でだいぶ OP なんですけども、ババキンは6次側をね、フィストを使って、破壊していきながら、アーチャークイーンは上側、さらに、ディガフグで中央部分っていうね、こういう風な、まあキング、ディガフグ、こっちクイーンっていう、この3層構造ね、これタウンホール13で僕ディガフグの動画の時に何度も言ってんだけど、この3層構造が出来上がるとマジで止まんないんですよね、ディガフグって。これを綺麗に
作っている。でそれを作るための序盤の、キーとしてはシューターによる序盤のカット、クイヒーによる上側のカットをスニゴブでサポートする、スニゴブで援軍を釣りながらタウンホールを壊すことによって、ここにあったシングルインフェルノを完全に孤立させてアーチャークイーンを守っていくということで、まあ、この結果が物語ってますね。アーチャークイーンが生き残っています。ロイヤルチャンピオンがもう HP マックスで残ってます。さらにグランドオーデンも残ってるってことは、これリガオンがちゃんと最後まで残ったってことなんですよね。だからその3つがしっかりこう体力の 3体のヒーローが体力ほぼマックスで生き残っているっていうのが、いかにこの攻め方のプランニングが上手だったかっていうのを物語ってるのかなと個人的には思います。すんげー勉強になりました。これはね、かっこいいって思っちゃいましたよね。ぶっちゃけかっこよかった本当にね、こんな攻めをね僕もしてみたいというふうに思いますけども、まあぜひね見てくださってる皆さんも参考にしてもらえたらというふうに思います。というところで、今日の動画を終わりにしたいというふうに思います。僕のチャンネルタウンホール13、14のクラン対戦の解説中心にやっております。この動画いいなと思ってもらえたらグッドボタン、チャンネル登録してもらえたらすごく嬉しく思います。よろしくお願いいたします。そしてこれからもご視聴どうぞよろしくお願いします。ではね、今日のこの動画に伴ってはね、イベントに呼んでくれたね、美女と愉快な仲間たちさんと、あと対戦してくれたお誕生日会の皆さんもありがとうございました。またね、次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。